PC 原人ンンシリーズ PC デンジンは1992年11月20日にハドソンから発売された PC エンジン用横スクロールシューティングゲーム。副題はパンカッチサイボーグスマイナス。北米ではエアーザンクのタイトルで発売された原人シリーズのスピンオフにあたるシューティングゲーム。舞台を未来に移しており、これまでの原始時代の世界観からは一転してパンクな。 世界観に変わっている。前後ステージ構成で、ほとんどのステージで多重スクロールが採用されている。また、オープニングやゲームオーバー時にテーマソングが流れるのが特徴。後に本作を元にした続編として、CD エンジン、ロカビリー天国が発売されたほか、2007年に Wii 用、バーチャルコンソールタイトル、2014年に WiiU 用、 バーチャルコンソールタイトルとして本作が配信された。ハドソンによるハカードでのシューティングゲームの発売は本作が最後となった。基本システムはオーソドックスな横スクロールのシューティングゲームとなっている。主人公である PC 電人、ゲンヘッドを操作し敵を倒しながらステージを進んでいき各ステージに待ち受けるボスを倒すことでステージクリアとなる。難易度は甘口。 辛口、激からの3種類から選択できるほか、各種コマンド入力により、衝撃からというモードも登場する。本作では、主人公ゲンヘッドの他に10人の中から仲間を選択することができ、アイテム、サングラスニコちゃんを取得することで、合体攻撃が可能となる。攻撃方法には、2ボタンを押すことで発射される、ショット、セレクトボタンを押す過敵が、 背後に近づくことで自動で発動するバックファイヤー。一定時間 i ボタンを押しっぱなしにすることで使用できるため打ち。最後まで i ボタンを押し続けることで発動するうんちボムがある。インフレしたスコア表記も本作の特徴の一つでスコアの単位は上の桁が超、下の桁が奥となっている。AD2999 年4月4日。 悪の科学者キングタマーゴサンドロビッチ白爵は、ダブルゼータ計画の切り札として働かせるため、ゲンヘッドに改造手術を施し、先祖である、キングタマゴドン3を苦しめた最強のライバル、PC ゲンジンから名前を取り PC デンジンと名付けた。白爵のダブルゼータ計画に気づいたゲンヘッドは、研究所を脱走し、集まった仲間たちとデンジン一家を結成し、白爵率いる、 サイバーロボット軍団に立ち向かう。合体仲間、仲間モードにすることで、仲間10人のうち1人を連れて行くことができる。出動できるのは1人1ステージまでである。科学技術を駆使して作られた敵キャラクターの軍団。本作のアイデア自体は、第一作から存在していたものの、足立博がハドソンに相談した際、PC 原人にの開発を優先するよう指示を出された。その後、 月刊 PC エンジン史上の1コーナー、赤色パラダイスにて、PC 原人ンンシリーズの新作は RPG にするか、シューティングゲームにするかで、読者投票を行い、シューティングゲーム化を要望する声が上回ったことで、本作の制作が開始されることとなった。RPG 化の案は、RPG 原人というタイトルで同時にて、開発中の画面写真なども公開されていたが、 前日の結果を受けて、お蔵入りとなった。正式開発にあたり、安倍圭介は、ハドソンから高岡義晴を紹介され、彼が制作した、シューティングゲームのシステムを元に開発することとなった。このシステムは、汎用性の高いスクリプトで構築されていたことから、プログラマー以外でも開発しやすかった反面、衝突判定は、背景ではなくすべてスプライトで処理されていた。 これではメリハリがつけにいことから横向きの背景を持つ水中面を疑似的に縦スクロールに見せるという特殊な処理が施された。本作の開発期間が3ヶ月しかなかったため、キャラクターデザイナーの僕久保を中心にレッドカンパニーのスタッフが総動員され、安倍はドット修正をするかたわら彼らのまとめ役を務めた。 ハドソン側からはキャラクターを小さくしてほしいという要望が寄せられ、安倍は反対し続けたものの、最終的には要望が通ることとなった。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計25点、月間 PC エンジンでは75.85、85.80、80の平均81点、丸勝チ PC エンジンでは7.76.4の、 合計24点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており23.74点となっている。また、この得点は PC エンジン全ソフトの中で55位となっている。同雑誌1993年10月号特別付録の PC エンジンオールカタログ93では頭の中のオプションを使った攻撃、 特徴のある10人の仲間と合体しての攻撃、ため打ちによる攻撃と変化に富んだ多彩な攻撃ができる。敵の攻撃も多彩だと攻撃方法のバリエーションに関して肯定的なコメントで紹介されている。ありがとうございます。